ライオンズの先発は岸、2回です。この回先頭のローズ、第20号のホームランで1対0とバファローズが先制。一方バファローズ先発は平野、3回2アウト2塁という場面、中島の打球はライト前、1対1の同点にライオンズが追いつきます。4回裏のライオンズ、バッターはジージー佐藤。19号ソロホームランでライオンズが2対1と勝ち越し。7回の表のバファローズ、ワンアウト2塁、バッターは日高、ライトオーバー、2対2の同点にバファローズが追いつきます。2アウトから下山がセンター前逆転のタイムリー、3対2とバファローズが逆転です。8回中島から9個目の三振を奪った平野はこの回で交代。9回2人目は金子、ランナーを一塁に置いて石井のバント、しかし失敗。ジージー佐藤が三振、代打後藤が三振、これで試合終了3対2。ライオンズの連勝は4でストップしています。